こでそれを電池になりますね。電気が書かれたものがあります。こう電池をね。この電気の中をこう見ますとね、その弁電が押しかけた時の様子を、この五電池が書かれたのは、神の証言ね。これはまあ親鸞聖人のひ孫さんにあたる方でありますから、まあ、特にその親鸞聖人のことをよくまあ書いてるわけでありますけどね、神の証言の五電池というね、もう、しびれを切らして弁電がね、稲田の相場に押しかけた、ね、ところがそれを商人もね、商人サウナクイデアイタマイケイチョウでサウナというね、まあ書いてますな、まあ結局躊躇することも話しにしてくるでしょうな、商人サウナクイデアイタマイケイまあ、恐れることもなく、躊躇することもなくね、その、イギリだった弁念にお会いになられた。弁念としてはね、今日こそもう議論を止めてやるぞという気持ちで押しかけてるんですよ。ね、でそれを商人は、さうまく入れ合いにいただいて、ですなわち、尊厳の願いを立てまくるよ。まあ、孫元でこれ商人の信頼の顔ですね。怒り狂った弁念がね、怒りの殺意の形相もすばまじくね、信頼で熱めたことでしょうね。ところが、まあ、商人がね、それを商人、サウナコピーでやりたないって言ってね、別に恐れる様子もなく、躊躇する様子もなく、お会いになられたね。でそこでね、まあそれは神の証人、ひ孫さんである神の証人が書かれることだからね、それはまあもちろん、ひいきの人がね、いいように書いておりましたけど、神の証人はここにはな、すなわち尊厳に迎え立てまぜるにね、証人の尊いお顔を間近で見た途端にね、こう書いてますよ。外心ね、外心。殺害の心です。殺意の心です。ね。外心、たちまちね、たちまち消滅し、ね、こういうね、勝利の顔を見た途端にね、ふわっと殺害の心が消えてしまうだろう、ね、外心、たちまち消滅し、まずさえ、ね、それのみじゃない。まずさえ、後悔をね、ちょっとこっちから見ようかな。まずさえ、後悔の涙、こう書かれてますね。まあね、これは自分の歌非常にこうよく書いてあるんですけどね、すなわち尊厳に向かうね、外心たちまち消滅し殺してやろうと思ったところもすごく聞いてしまう。で、甘すさえ、それだけでない、次の瞬間にはね、甘すさえ、後悔の涙、金利が出してね、おっと、もう自分はもう、今日こそ生きるのを止めてやろうと、もう、思い込んだったんだと思いますけどね、そっち、その気でもう、弓矢を持ち、刀を持って押しかけたんだけどね、ほっと、この商人の顔をまとも見たときにね、まあね、バカであるまいし、こっちがどんな気で来たことは百も承知であろうのにね、なんでこんなね、尊い優しい顔をしておられるんだろうかと、こうと思ったんですよ。ね、尊厳に向かい立てますね。途端にな、もう息の根を止めてやるぞという憎しみに燃えとった殺害の心が、
スーッと消えてしまう。スーッと消えてしまう。そして次の瞬間にはね、甘酸っぱい効果があるのに、気にしてください。結局もう怒り分とったはずの、怒りに燃え分とったはずのね、弁念の両眼からね、今度はハラハラと後悔の流れが転び落ちる。ね。転び落ちた処理ですよね。それとだにね、この弁念はね、そこでもう、町人に謝ってね、どうも本当にすまんことをしました。ね。こんな尊い部下だと思いましてね、もう、祈りを止めてやろうと思って、ここまで押しかけたんですが、何が何でも私の方がマスクを取りました。ね。そしてその場で商人に謝って、これで一人。それでその妙法坊、ね、この時妙法坊、商人からいただいた名前が妙法坊、ね。しかし、商人長生きですからね、ひどいなこと、そうなんですよ、見てるとね。妙法坊が、ああ、もう亡くなるんですから、ね。もう商人の、商人より7歳は年上だったんですけど。ね、それで、僕も3行目ですよ。妙法坊の王女のことを、徳の地もすべくにはあられても、返すレースも得るとすること、鹿島なめ方大国の家業の王女を狙ってたら、多くの皆の本人を喜びにて候。まあ、結局ですね、妙法坊が王女をされた、まあ、浄土に生まれられた、これは、驚くこともありません。返せず嬉しく思います。まあ、結局、まあね、この世を去られたということを、まあ、商人もね、まあ、嬉しく思うという言い方をしておりますが、これはもう、妙法坊のね、信心が、間違いのないものだったらということを、まあ、商人も、まあ、確信しておられたんですよね。だから、もう、返せずも嬉しくそう。鹿島なめ方大軍、あれほど王女をやらせたもの人々が、お喜びにて、そういう人が、ね、妙法坊の王女、ね、みんな、お喜びになられることだろうと。これはね、現在の常識から考えますと、人が死んだのに喜びというものを受けたというようなことになるかもしれないけど、まさに自身、それからその周辺の人たちというのは、これはね、まあ、妙法坊の信心は間違いないと。王女を定まっとった人であることに間違いないんだと、やっぱり、そういう皆がそういう気でおりますのでね、こういう言葉が出てきてるわけですね。それでまた次に、また、お役所のものを王女のことを聞きそうのこと、返す返す申す限りなく送りそうの、家康は申し尽くすべきもそうだ。この皆、王女一条、ね、王女皆間違いないと、考えて間違いありませんよ。だからそういう人たちね、ここで出ました人たちは皆も間違いのない信心の人だったから、北条は間違いないとこう考えて、何の差し障りもなしによ。でその後ってみるとね、やはりながらも北条を目回してたも人々の女の中にも御心へのことを相談ることも相談、今も作詞相談のとおりそう、今日にも心得ずして、ようように迷いようで騒動です。国々にも、豪と聞こえて騒動、法然承認の本弟子の中も、我ら有識学長などと思い合いたる人々も、この世には皆、ようように法門を言い換えて、利用も惑い、人も惑わし、煩いと、お手騒動に。まあ、しかしながらね、こう、心得違いをしてよ、正しい、信心を、謝ってる人々も、たくさんおるような、おるようにあるから、それは嘆かしいということであって、ね。で、まあ、2ページの終わりの方になってきますね。商業の教えも見ず知らぬ、おのおののように話しますの人々は、王女には素晴らしい人だけを、理由をつけ、足玉に御心で、あることを多く相談して、今の佐藤さんは見ておくれているよ。情の教の知恵の真剣坊などが申すことによって、日が様にいよいよ慣れ合わせ、たまに相談を申すことを相談を悲しく相談する。
てですね、結局誤った考えを言う人たちがおるのは、これやっぱり残念なことや。これは商業というのが、まあ、教えを書いておる書物、正しい教えを書いている書物、お経や高僧の釈を書いておるのは商業というか、それも知らん。まあ、おのおののように大島の人々が、まあね、このおのおののように大島の人々はというのは、若干この、お手紙の相手に対するですね、お手紙の相手に対する、これは誰というわけではないですけど、まあ、一般的にこう書いているわけですが、まあね、あまりその教えのことを詳しくは知らんの、おのおののように大島の人々はというのは、何て言うんですかね。まあ、ちょっとまあ今から考えると、まあ失礼な言い方のようにも響きますけどね。まあ、あなた方のような人々はちこでなりますからな、あんまり詳しいことは知らないあなた方のような人だということは、まあ、ということになりますからね。まあ、当時の社会としては、ね、もう